ノリリスクは、ロシア連邦クラスのヤルスク地方の都市。中央シベリア高原の北西部、タイミル半島の南部に位置し、エニセイ側から東に90キロメートル。人口は12万9800人。人口が10万人を超える都市では、世界で最も北に位置する。ニッケル生産の世界最大手である、ノリリスクニッケルが創業する、世界有数のニッケル鉱山があるほか、銅やコバルトなど、 主樹の金属を産し、焼金業が盛ん。ノリリスクのコンビナートは、世界のパラジウムの35%、白金の25%、ニッケルの20%、ロジウムの20%、コバルトの10%を生産している。また、ロシア連邦で生産される、ニッケルの96%、コバルトの95%、銅の55%が、 ノリリスクのコンビナートで生産されている。自動車道路や鉄道でエニセイガーカリウの加工、ドゥディンカと結ばれている。ポピガイクレーターに最も近い都市でもある。高等教育機関として、ノリリスク工業大学、ノリリスク経済大学がある。劇場や博物館がある。2001年10月より閉鎖都市に指定され、 外国人観光客の訪問が規制されており、ロシア人訪問者も訪問許可が必要となっている。1935年に囚人の強制労働によってコンビナートの建設が開始され、1939年3月に工場が稼働を始めた。1953年に都市として登録されるまでの初期の住民はもっぱら強制労働を課された囚人であり、 囚人労働者の数は1950年代、初めには約7万人に達した。乗りリスクの気候は人間が住むには非常に厳しい環境である。冬の寒さは厳しく、2月の平均気温は低く、摂氏35度に達する。1年のうち250日から270日は雪に覆われている。年間平均気温はマイナス9.8度。 鉱山創業により大量の二酸化用などを排出していることから近年は環境破壊の問題も指摘されており世界の汚染された10都市の一つにも数えられている2020年5月29日市内の火力発電所でおよそ2万千トンの燃料油が流出する事故が発生したありがとうございます